勝負はね、正義の魂を守るものはシルバーマンの追加級やりましょうね。使うのは黄色軍団で、このブロッケンジュニアがね、ガチャで手に入ったから良かったですけどね。これブロッケンジュニア持ってない場合は北斗のケンちゃんがいいから、あとマサルさんの代わりにね、究極級の場合はエリザベスだとね、固定ダメージとね、ダメージ軽減持ちだから、まあエリザベスの方がマサルさんより安定したような気がする、というか早いような気がする。展開が最初はね、プチをね、溜め込むだけ溜め込んじゃった方がいいですね。と言っても割れねえかな、これ。困ったな、半端なとこに作っちゃったね。どうしようね。本当はね、もっとまとめて割りたいんだけどね。ちょっと困ったところに作っちゃったね。困りましたね。この黄色プチが邪魔してますね、完全に。溜め込むだけ溜め込んでおきましょうね。黄色割りたくない、ここ割るか。ここら辺割っとくか。そうだね、だいぶ食べ込んだか、まだかな。そろそろ危なくなってきたからまとめて割りましょうかね。相手はまさかダメージ軽減かな。いや、じゃあまとめて割りましょうかね。これブロッケンジュニアがいるとね、半分ぐらい減ってくれますね、相手のヒットポイントね。まあバフもつけてるからなんですけど、6しかないじゃないですか。どうしましょうね。ミスでも割って回復しておきますか。高速が来るのか。高速が来ましたね。高速来ちゃったよね。ここでやるべきことはそうね、この黄色でも割っといて、リトを入れてハート増やして、さらにミスの前にハートが来るんだよね。ハート増やしがね。じゃあミスでも入れとこうかな。また高速か。この高速がなければな、もっと早くな、倒せてんのにな。ちょっと残念ながら遅くなってるね、展開がね。はい、固定ダメージ持ちのエリザベスってどうなるか。削り切れたね。そしたら仕切り直しなので、またジャスプチを貯めていきたいと思います。
ルイカ売れますよね。はい、溜め込むだけ溜め込みますわね。どうしよう。80% ガード。ガードつけるときはあまり攻撃しない方がいいんですけど。回復が間に合うならね。まだガード効いてるだろ。ガード効いてるね。じゃあ溜め込むだけ溜め込みましょうね。聞いちゃってるなら溜め込みだけ溜め込みましょう。ガード切れたね。ダメージ軽減に切り替わったですわ。相手じゃあここで攻撃しましょう。まとめてね、じゃあまずはシリューなんか入れて、さらにバフかけて、ミシナもどっかに1個作っといて、はい、じゃあまとめて終わります。これくらいは相手の攻撃力、相手は半分以上削れるはずなんだけど、どうなる。だいぶ削れましたね。13個割れとか言ってるよね。じゃあ13作っときましょうか。これで解除。はい、この技が来た後に回復して、次で回復してもよかったかな。次また高速が来るんだ。6しかないな。7。増やすか。そうかな。凍結が来たんだろ。じゃあリト入れないでいいな。回復リト入れて増やすか。そうかな。ハト どうしようかね。やるとこなくなっちゃったね。ミスで待っとくか。溜め込んでズドンと行きたいとこなんだよね。溜められないね。80% ガードつってっから、そういう時は攻撃しなければいいんで、じゃあ溜め込むだけ溜め込みましょうね。攻撃力だね。じゃあ攻撃して、ここでこれで倒しきれるでしょうね、おそらくね。
何か倒しきるよって、バフがかかったりしてこれ倒しきれるでしょう。量は氷結対策で入れてますけど、まあミスターサタン連れてくるまでもなかったね。別に氷結対策ということで、はい、一体クリア。所要時間11分、うん、ちょっとかかりすぎてるね。これを7分ぐらいで周回できると、運マックスまで早いんですけどね。ちなみに超究極級の方もね、まあ、40分ぐらいかかって倒したんですけど、ちょっと見てみますか。超究極級戦った時のメンバーはこんな感じですね。回復薬2体を入れて、マサルさんでデバフかけて、火力にブロッケンジュニア。特に3ターン目の中盤あたりでね、えげつなくヒットポイントを減らしてきますのでね、それに耐えるにはやはり回復薬2体ぐらいいないと超究極は厳しかったですね。こちらが超究極のシルバーマン。光輝いてるのはこの超究極クリアしたからですね。ノーマルの場合は光輝かないです。で、これ何ができるのかっていうと、ガード無視攻撃。ぐらいですね。まあ強いんだか強いんだかわかんないですけど、相手が体力タイプの時使うかもしれないけど、どうなんだろうな、同じうまくしちゃったらな、他のキャラクター使った方がいいのかもしれないな。